ちょっと遠目でやろうかと思いましてね。あーこんばんは。よし、お、ちょっと最初らへんだけ読めんかったぞ。猫さん一番じゃん、ありがとうございます。あ、のりたまありがとう。今日ね、今日は竹山の公式の方で配信があったんですけどね、今日はなんと3月3日にしてもらった私の生誕祭のダイジェストだったんですよ。めっちゃ嬉しかった、ありがとうございます。大工さん、ヒロさん、フジモンさん、ミーシャさん、コロボありがとうございます。今日は桜の花びら散るたびに綺麗だけど少し寂しかったな。にとてもなんか素敵な言葉だなそれね。今もう本当に満開よね、多分めっちゃ咲いてますよね、綺麗だわ。ゆういちさん、ドナルドさん、てるてるさん、ありがとうRT さん、じいじ、大将さん、マイカグラさん、キュインさん、ケンジ、カンちゃん、ウーさん、ウーちゃんかな、イナリーさん、ありがとう、ありがとうございます。ひでゆきさん、ゆたかさん、ひろひげさん、おこげさん、まっささん、しげさん、たくさん、おうがちさん、HK さん、カタカナのげんさん、ぐっち、カルディルさんかな、カルディルさん、ありがとうございます。お、おかきさん、ゆいさん、つっくんさん、おさぴーさん、さとちゃん、かりたん、ありがとうございます。今日もちょっと暗いかもな。たけるしさん、こんばんは、ありがとうございます。そんなこともないか、あれ本当、え、じゃあ6連勤だったってこと。たけるしさん、お疲れ様、お仕事みんな。今日は土曜日なので明日お休みの方多いのかな、どうなんだろう。お疲れ様みんな。ジュクジュン、後ろサイン、あ、そうです、後ろねこの間も言った M リーガーさんが来られた時にいただいたサイン2枚置いてます。これどっちもね、3人の方のサインを入れてもらったんやけど、宛名だけ、こっちがサクラナイツの堀プロ、こっちが風林火山の滝沢プロが宛名を書いてくれたという違いのサインですローマ字のマサさん、ありがとうございます。ウェディングチェキ第1弾多分明日届く、あ、そっか、よかった。そうなの、サイン入れ終わってるから多分もうちょっとで届くだろうなと思ってたんだけど、楽しみにしててね。第2弾もね、発売して、今もしてるのかな、まだしてないかな、あ、まだじゃない、もう終わってるかな、どうかわかんないけど、ぜひゲットしてな。あ、リュウさんありがとう。服ね、今日はねこんな感じで、ちょっとね今風というか今流行りなんですよねこれ。でも下がモコモコパジャマなのよ、また。あ、メガネがあるぞ。でもじゃじゃん、あ、今日はあんまり反射しないね、あれかな、あんまり照らしてないけん、うん、いいね。声かすれてますか、本当？今日練習やったけんかな、3時間ぐらい歌ってきました、バンド練習で。まゆまゆさん、かのうさん、まんぼうさん、ありがとう。てっちゃんこんばんは。今日のお供は天津麺と焼き飯と餃子にんにん米とスプレード、えぐっ、美味しそう、中華美味しそう。あ、豆柴さん出先なの、お疲れ様、こんな時間に。
反射気味だね、やっぱり。男前発言で爆笑した理由について問い詰めに来たよ。ダマコ、ありがとうダマコ。え、男前発言で爆笑したて？男前、あ、そう、男前よ、ダマコ。ほんまに。カリタン、カウントありがとうございます。ロッピーさんありがとう。今日は竹山の曲に乗せてバイクで高速走ってきた。ありがとう。バイク。寒かったやろ。桜並木の桜吹雪だって。めっちゃいいじゃないか。桜ファビュラス。え、ファビュラスのやつかな。あの、どなたのやったっけ。太郎くん、せいじさん、ハイチーさん、こんばんは。ありがとうございます。あ、太郎くん、こちらこそ。仕事でひなわさんセーター見れなかったので今日見れてよかったです。あ、ありがとうございます。見てくださって嬉しい。ね、ツイートの桜のところ、え、菜の花じゃなくて、たまこ、菜の花のところはね、あの、すごい難しいな、場所。何橋っていうんだろうな、あれ、橋の河川敷で撮ったんですけどね。あの、松山ではかの有名なエミフルというショッピングモールがあるじゃないですか。そのエミフルからこう戻ってくるときにね、まあ、戻ってくるというか、こう松山市内の方にね、戻ってくるときに、渡る橋みたいな、最初に渡る大きな橋みたいなのあるんですけど、そこの下かな。マッツカッツさん、ヨシーパパさん、ありがとうございます。ありがとう、ぬりたま。1枚目ね、ウィンクなんだけど、嬉しい。意外とウィンク得意なのよね。ありがとう、土田さん。おー、ほんとですか。お疲れ様です。大変そうだね。よいしょ。書きましょうか。あ、桜満開になりつつありますよ。綺麗ですね。だってほんとね、綺麗ですね。もうなんかお仕事行く途中とかに見ていくけど、めっちゃ綺麗よね今。ほんとに素晴らしいわ。あ、村上さん、ありがとうございます。ありがとう村上さん。わーぽわー、土田さん、ありがとうございます。読めますかね。お、リオさん、こんばんは、ありがとう。ユッキーさん、プチ、ありがとうございます。お、ジーさん、こんばんは、ありがとうございます。こっちを下にしようかな。満開の桜よりもひなほのが綺麗だよって、イケボで言うてくれとる、たまこが。コージーさん、 MJ さん、ありがとうございます。さっきのほのぴより暗くない？さっきのほのぴめっちゃ急に暗くなっとったね。あれ、なんか自然光でずっとやりよったみたいやね。おひつりさん、いい本を買ったので麻雀の勉強頑張ります。すごい、おひつりさんね、あの本ですよね。いや、あれ本当に良きやからね、ぜひ買ってくれたのよね、私が言ってたやつ。うわ、コロボ、そうなのよ。明日めっちゃ天気悪いみたいなんですよね。そうなんよ、こっちはなんか 100% とかって書いてたよね。ありがとう。あ、ヨシキさん、こんばんは、ありがとうございます。顔細くなります。本当？それは嬉しい、ありがとうございます。チャキベイさん、ヨシキさん、こんばんは、ありがとうございます。
そうそう、ニューメガネですよ。あの言ってたやつです。あ、ひろくありがとう、音楽配信見てくれて。きなこおしさんこんばんは、ありがとうございます。今夜はひなほ生誕プレイバック&ティフ配信楽しかったよ。ありがとう、見てくれて嬉しい、ありがとうございます。お、エータさんにジンさんありがとうございます。あ、本当メガネかわいいって言ってくれてる。カーライルさんありがとうございます。あ、本当今も売ってるか、ゆうきさん。そうね、あの最近さ、枚数制限なくなってるのかな。ちょっとずつね、サインを書く量もね、どんどんこう増えてきて、取る量もすごく多くなってるので、皆さんこれを機にゲットしてくれたら嬉しいです。あ、メガネ好きなんだ、マツカツさん。ほんと、よかった。ちょっとじゃあしばらくかけとこうかな。もうすでにちょっとね、指紋がついちゃってね、これ。これ綺麗にしたいんだけどね。これ、ちょっと反射ね、反射しやすいからあれなんだけどね。お、大文字のクロさん、ありがとうございます。ありがとう。あ、大文字のクロさん、あ、言ったか、ありがとうございます。チャキベイさん、あ、出張先なんだ、お疲れ様。お疲れ様。白玉さん、ありがとう、さっきのも見てくれたんやね。あ、そう、ピルクル、今日はね、ティフの、あの映像もありましてですね、見てくれてありがとうございます。去年見れなかったよって方、見れたかな。クラッシャーのむさん、ありがとうございます、嬉しい。お、久しぶりにタブレットのホーム画面。本当に私のメガネ、おとといのやつですか。ありがとう、嬉しい。ホーム画面にしてくれたやって。小磯さん、セミありがとうございます。前ハルポンとかも撮ったところかな。え、あれってエミフルの近くだっけ、菜の花畑。また違うとこじゃない、ハルポンのところは。やしね、あの場所はね、そんなにいっぱい菜の花が咲いてるわけじゃなくて、まあ、ちょっとしか咲いてないけど、すごい咲いてそうに見える感じで撮ってもらったっていう感じですね。カトちゃんぺさんや、ありがとうございます。あ、おひつりさん、そうかも、松山とまさきの間の出会い橋かなって。そうかもです。あ、そうかも、出会い大橋っていうのかな。あ、むらちん、ありがとうございました。今日はめっちゃこれ反射してるね、やっぱり。え、やっくん、よしんこキャップとよしんこ T シャツありがとうございます。なんかあのウィズライブでもみんな届いたよって知らせてくれたんだけど、めっちゃいいね、あれ、 T シャツもキャップも。キャップ特にさ、めっちゃキャップ使いやすい色じゃないかなと思うんだよね、今回。あのシンプルだし、ありがとうね、みんな。ひろくん一周ありがとうございます。白の服に合ってありがとう。今日は白い服でございますけども、もうございますけどもね、下モコモコパジャマなのを気にしなければこんな感じです今日は。あ、こうしたらいいんじゃない、これ。こんな感じです。これがね、すごいね、お気に入りなんですよね。後ろどんな感じかな、なんかこうリボンにしているんですけどね、ここ。よいしょ。はい。あ、ねえ、みちゃおさん、今日はありがとう、ウィズライブ。久しぶりに話せたね。2ヶ月ぶりじゃって言ってたから。久しぶりだったね。お、バクさん、ありがとうございます。本当？今夜はひなほさんがとても大人っぽく見えるって。本当ですか？ありがとうございます。メガネ効果？
マイカグラさん、セミありがとうございます。本当スナフキンさん、石手川の桜雪でしたよって。今思ったらさ、もしかしたら明日めっちゃ土砂降りだからさ、あれかな、散っちゃうかな桜。雨とかですごい散りそうだよね。ケンジとドナルドさん、ユウイチさん、言えてないよね。セミありがとうございます、嬉しい、ありがとう。アスポン、そうなんよ、ちょっと今日はメガネ反射しないからちょっとかけてみたんだけど、ちょっと結局反射してるね。あら、猫さんチキ買ってくれたの、ありがとうございます、嬉しい。うん、あ、ムラチン、そうだそうだ、それツイッターにもあげようと思ってたんですけどね、みんな新しく TikTok 載せたので、今回あの歌系の TikTok 載せたので、ぜひ聴いてくれたら嬉しいです。え、早いね大工さん、フル？ありがとうございます。おデイジー、おデイジー、僕はここにいるよ、声が枯れ果てるまで、何度も何度も名前を呼ぶよ、日だまりのような君にまた会えるかな。ありがとう。やっぱ反射しすぎて見にくいね。朝日さん、こんばんは、ありがとうございます。にゃっとーにゃ、1、2、3、にゃ。お、大将さん、フル、ありがとうございます、ありがとう。今日も春の日なほさん、いただきました、仕事頑張れます言うて。そうなの、また載せようと思いますのでね、ぜひ、ありがとうございます。おっきーさん、こんばんは、ありがとうございます。ひなおちゃんはツイッターに載せる写真の専属カメラマンがいるの？専属と言いますかね、昔から写真とか動画を撮ってくれる友達がいて、高校の時の友達なんですけど、今はねあんまり会えてないんですけどね、そう、会えた時に写真を撮ってもらったりしてますね。みせひろさん、こんばんは、ありがとうございます。アントワーヌさん、ありがとう。カリタン、一周ありがとうございます。おお、ジャンさん、ありがとうございます。かおりさんのルームより、今日もありがとう。やばい、まばたきを忘れてさ、本当に最近コンタクト出そうになる時が何回もあるよね。わかる人おるかな？なんか集中して物をなんか文とか見たりしたらさ、本当にこの間さ、そのまま鱗のようにさ、ポコってね、あのコンタクト取れちゃってね、めっちゃ大変だった。おー、ピルクルフル、ありがとうございます、ありがとう。早いね。ひなほちゃんもこれからプライベートでヨシンコキャップかぶるんやな。いや、ほんまに、え、ちょっと私まだね、自分で買えばいいのか、ゲットできてないんですよ、ヨシンコティーとキャップ。いや、絶対つけたいんだけどな。あれ、自分も着たいから、あのデザインにしたから。サンクドーさん、カウントありがとうございます。そうなの、ぬくもりさん、今日ももこもこもこパジャマでした。ヨッピーさん、フル、ありがとう。ヨッピーさん、130ブルースさん、こんばんは。そう、86さん、今日はメガネにしてみました、ありがとうございます。タツケンさん、フォローしてくれてありがとうございます。ダマコも、トリマセミ、ありがとう、嬉しい。村正さんに、ゴエモンさん、こんばんは、ありがとう。今日も、あ、ケンジ、今日も今日とてウィズライブ楽しかったです、ありがとうございました。これ可愛いですよね。あれ、バタコさん、今日200回訪問なの、ありがとう、すごいね、ありがとうございます。カウントしてくれて、一節やって何しようかな。ちょーよーなー
やりやれ、おめでとう、ありがとう、200回をも毎日ありがとう。大垣さん、セミありがとうございます。ひろしさん、よしんこ、ありがとう。ひろしさん、こんばんは。え、さくはち、さくらファビュラス、ちるもさくらファビュラス、曲かな、たけるしさん、それコラボフルしてくれてありがとう。今日も今日とって嬉しい、ありがとう。カペさん、こんばんは、ありがとうございます。かた、あ、ひらがなのカズさん、こんばんは、ありがとう。ムラピーさん、フルしてくれてありがとうございます。ひなおちゃんがメガネかけることで賢さがどれぐらいアップするんやろうって。まあ通常の賢さがまあこれくらいだったらこれぐらいかな。めっちゃちょっとまあやっぱりそのなんだろうね、気持ちから入るけん、気持ちから入れるよね。メガネかけたらさ、あ、ちょっと頭良くなったかもっていうね。あれ、グッチ再フル、ごめんね、めっちゃ早かったんやね。ありがとう、グッチ、ありがとうございます。嘘、リュウさん、メガネキュンしてくれとる、ありがとうございます。トキキさん、フル、ありがとうございます、ありがとう。あれ、ペガサスさんも最高目やった、ありがとう、フルしてくれて早いね、ありがとうね。今日もミッチーさん、こんばんは、ありがとうございます。マサさんもプチー、ありがとう。あ、明日お休みなんだ、いいね、ゆっくりして、よしんこよしんこ、ありがとうございます。サビだけ歌うの、曲は事前に分かってるの？いや、分かんないですね、あれ本当にランダムです。サビで、しかもどこで終わるかもランダムっぽいですね。なんかあれ変やったことない？途中のさ、奏でからレモンに入るときさ、なんかすごい1小節か2小節で変わっちゃったから、多分そういうのも全部ランダムなんだと思います。でも全部サビだと思う。だいたい分かったね。あれ2回くらいかな、撮り直したやつがあるんだけど、それ全部違う曲が出た。私は、あ、1曲2曲被ってたけど。秀明さん、フル、ありがとうございます。ファファ、言葉はいろんな意味を重ねて、僕にも君にも突き刺さるから、まあいいや、ありがとう。菜の花畑の写真は撮影した人のセンスもすごく良き、言っと怖い、マサーさん。光沢と長時間つけてると浮いてくるわよね。いや本当にやばいんです、今やばい、もう右目取れそうだったもん。 YouTube の動画で呪術廻戦を言い直すひなおさん、いや、よしきさん、あれめっちゃ難しかった。よしきさんね、いらっしゃい、ありがとうございます。呪術廻戦ってこう一回じゃ言えんのよな、なんか今は言えたけどめっちゃ言いにくかったな。はんぺいさん、こんばんは、ありがとうございます。え、自分で買おうかなと思って、カツポン言ってみようかな、くれないですか言って。事務所の方プレゼントしてあげてってのりたまが言ってくれた。プレゼントしてくださいって言ってみようか。りょうさん、あら、フルありまで、ありがとうございます。フルまで、りょうさん、ありがとうございます。ひらがなの、よしんこは武田家では通じる言葉なの？いや、通じないかな。あ、でも配信見てくれてるから通じるかな。みんなと一緒だと思います。あ、コラボ歌いますね、それは。桜ひらひら舞い降りて落ちて、
揺れる思いの丈を抱きしめた。君と春に出会いし、あの夢は今も見えているよ。桜舞い散る。リアト、この曲大好きですよ。その日暮らしさん、カウントとセミ、ありがとうございます。今日のライブ振り返り見てたらライブ行きたくなってよ。ありがとう。いや、私もしたいです、ライブ。あら、元ご隠居さんもフルしてくれてありがとうございます。本当？メガネ似合ってるよって言ってくれとる。おお、図書館の受付のお姉さん、知的ですね。なんだか。お、ケンジンもフルしてくれてありがとう。今日もしてくれて、あ、チェキまでありがとう、買ってくれて嬉しい。よっちさん、こんばんは、ありがとうございます。ちゃんみゆさん、こんばんは、ありがとう。おー、てっちゃん、楽しかったです。最初のトップバッターでビズライブ、ありがとう。カウント楽しかった。小久志さん、フルありがとうございます。小久志さん、野菜ためさん、ありがとう。頑張ります。お、のんびりしたいねんさん、こんばんは、ありがとうございます。よしんこキャップをよしんこキャピと言い間違えたんで、とりあえずよしんこキャピポーズをお願いします。え、私よしんこキャピって言っちゃった嘘。よしんこ、よしんこキャピのんびりしたいさん言ったか。ありがとう。かんちゃん、フルありがとうございます。かんちゃん、たんたんさん、こんばんは、ありがとうございます。ポッチーさん、ポッチー欲しいって書かれてる方、ポッチーさん、いらっしゃいませ、ありがとうございますあ、ダパンプさんの曲なんや。あれ聞いたことなかったかも。たけるりさん、本当。あら、おひつりさん、フルありがとうございます。懐かしいね、そのミーを。いやのーかずらばしゃ、雲の湯のごとく、風も吹かんのにゆらゆらと、吹かんのに吹かん。今日もアニラジさん、こんばんは、ありがとうございます。さとちゃん、せんみ、ありがとう。あれ、ぬくもりさん、サイコメすまない、カウントありがとうございます。今朝コンタクトつけようと思ったら、一つのお部屋に2枚住んでおりました。ラッキーコンタクト。え、そんなことあるんですか。新しいやつですか。へえ、それは私なったことないです。え、マジか。そっか、そっか。え、私なんかの手違いでさ、ここ2回右目に入れてしまうときないですか。なんかね、あ、右だけ入れて、ほんで作業することがあったっけ、ちょっと時間を置いてさ、あ、左目もせないかんって思いつつさ、なんか右目にコンタクトしてないと思い込んでしまって、もう一回右目に入れてしまったことが何回もある、今までに。だからね、あの視界がめっちゃぼやけてしもうてね、あれ？どっか落ちたみたいな。で、最初めっちゃ探すんですよ、コンタクト、こうやって。ほんなら結局右に2枚入ってるっていうね。そういうことは結構ありますよ。ノーさん、こんばんは、ありがとうございます。てるてるさんとマイカブラさんのフル言えとったかな。ありがとうありがとうございます。
あ、リラクマさん夜勤中なん、お疲れさん。あら、ムラチンフル、ありがとうございます。無音じゃないけど書いてくれますか言うて、おろフル言うて、いいでしょう。ありがとう。やばい、ほんとコンタクト出そうだわ。あ、ジージフル、ありがとう、ジージ嬉しい。今日もありがとうございます。さとしさんもフル、ありがとう、ありがとうございます。あら、今日お誕生日のビーズの松本さん、わー、おめでとうございます。そして輝くウルトラソウル、はっ、いやー、おめでたいですね、それは。ゆうなきさん、こんばんは、ありがとうございます。ゆうなきさん、いさむさん、ようしんこ、ありがとうございます。おー、バンクーバーさん、フル、ありがとうございます。だから少しくらいわがまま許してよ、なんて言わないけどわかってほしいの。ありがとう。のんさん、こんばんは、ありがとうございます。ほやね、ひろくん言っとこうかな。んじゃん、あら、だまこフルしてくれた、ありがとう、だまこ嬉しい。あ、他の配信でも呪術廻戦って言っちゃう人多いねって。ほんまに、やっぱりね、呪術廻戦でちょっと言いにくいよね。ストンコさんフル、ありがとう、ストンコさん嬉しい。ひなほちゃん的には桜の歌といえばどれが一番思い入れあるのかしら。ちょっとなんか季節というか時期、今まで生きてきた中でこう聞いてきたやつがちょっとずつ変わってて、桜の中でもすごいいいよね、そういうのって。でも私ね、3歳から小学3年生ぐらいまでピアノ習ってたんだけど、3歳からまあ8、9歳ぐらいまでかな、だから6年間ぐらい習ってたのかな、習ってたんだけど、その時にね、小学校3年生ぐらいか2年生の時にコンクールというか発表会に出たんですよ。その時に弾いたのが森山直太朗さんの桜を弾いたんよね。それはめっちゃ聴いたし、めっちゃ練習したけんすごい覚えてる、その森山直太朗さんの桜は。多分一番初めにその桜系で言うたらすごい覚えた曲じゃないかなって思いますね。あと車の中でよくかかっとったんが小袋さんの桜と、ここにしか咲かない花がめっちゃ聴いてたから、それもめっちゃ思い入れあるかな。懐かしいってなる、聴いたら。ひらがなのカズさん、セミ、ありがとうございます。アントワンヌさんフル、ありがとう。アントワンヌさん、明日母校の中学校の閉校するんですか、悲しい。そうなの、アントワンヌさん、閉校は悲しいね。それは行くの、アントワンヌさん。ユッキーさんフル、ありがとうございます。僕の名前を呼ぶ君の声、胸のポケットにしまって、夜が明けるのを待っている。ああ、僕のセレナーデ。太郎くん、セミ、ありがとうございます。うん、浅はかなヒーローさんもセミしてくれてありがとう。はるさん、ありがとうございます。ひらがなのひでしさん言ったかな、ありがとう、ひでしさん。ここまでやめとったね。
え、あるぬくもりさん、え、めっちゃわかるこれ。すっごいやったこと、ねえ、2枚入って焦ったって。そうなんや。ゆういちさんフル、ありがとうございます。え、でもそれマジでラッキーコンタクトだね、2個。お、ぺっちゃん一周ありがとうございます。チェキ変えたよって。あ、ほんと、ボリューム1明日届くんだ。よかったよかった。そうなんや。あ、コロボお休み。今日も11時までありがとう。来てくれて。風も吹きそうだから、桜ひらひらなりね。そうだね。明日ね。ほんとに。カノーさんも奥様と、あ、いつも。フルありがとうございます。明日は春の嵐で桜がいっぱい散っちゃうみたい。悲しすぎる。ほんとですか。あ、まゆまゆさんフル、ありがとう。まゆまゆさん、くまねこさんもほやけんよってくれとる、ありがとうございます。え、花粉症つらいですか今日。よしんこ、花粉症つらい。やっぱつらい日とつらくない日あるんだね、花粉症は。ね、目薬さしたいんだけどね、もうこっちにないかもしれん。お、その日暮らしさんフル、ありがとうございます。わら人形と五寸茎セット、大集結帳サービスセール、チュチュチュ、ハッピーで笑ってりゃごまかせる。ありがとう。マサさん、セミ、ありがとうございます。ほんなら行きましょうか。熊の子、も、出した、違った。お尻を、一等賞。小焼けでまた明日、明日。今日はこれ私が悪いわ。すみませんね。もう歌ってほしい時にこうやって黙っとったわ。これはみんな歌えんわ。歌えたらすごすぎるわ。マサさんよしんこ、額を今日出してタンコブができたらしいです。いった痛い。滝山めいちさんプチ、ありがとうございます。やっくんフル、ありがとう。やっくん嬉しい。みかねおさん、ありがとう、来てくれて嬉しいです。ようちゃん、カウントありがとうございます。おひなのドラえもんは大山。どっちどっちですかね、どっちっぽいですか。ドラえもんって、私全然ドラえもん似てないよ。のび太くん、のび太くん、またいじめられたの？のび太くん。ドラえもん、助けてよ、ドラえもん。ひなちゃんのピアノの弾き語り聞きたい。私もうピアノ絶対できないと思います。でも、本当にやりたいなって思ってる、最近。すっごいかっこいいよね、ピアノ弾けたら。ねえ、なんであの時にやめちゃったんだろうなって思います、ほんと。マサとジョーさん行って怖い。行ってらっしゃい。あ、なるさん、こんばんは。ありがとうございます。そうだね、確かに。桜の曲で、歌うのが一番多いのも森山直太朗さんが多いみたいだね、カラオケで。そうなん。あとね、春の時に歌う曲でね、小学生の時にすごい好きだった合唱曲があったんやけど、なんていう曲名やったか忘れたんよね。どんなやったかな。春の空も夏の海も秋の雲も冬の雪もみんな一緒に分け合って、笑ったり泣いたり怒ったり
り振り向くだけでいつでも帰れる。ふるさとだから忘れないで。ありがとうさようならっていう曲があるんですよ。これめっちゃ好きだったのよ。小学生の時にしか歌ってないんだけど、ずっと覚えてる。好きだったから。また会う日まで言って。パソコンで言いながらコンパスって書けないの？本当？やってみたくなるじゃんそれ。やってみよう。パソコンって言いながらコンパスね。パソコン、あ、本当だ、止まっちゃう。もう帰ろう。え、もうこの時点で違う。このまま行こうか。パソコン。本当や。これはやばい。まずパーがコーになんか丸ついちゃった。で先に運が来ちゃって、次なんかソーになってスーになっちゃった。すごいね。ほんとじゃあみんなやってみて。これパソコンって言いながらコンパス書くんだって。間違えたわ。コーはなんでコーに丸がついたやろ。あ、コンまであったんか。でパー、あ、ちょ、割と惜しいじゃん、コンパス。割と惜しいね。割と惜しいわ。てっちゃん2週ありがとうございます。あれめっちゃ羨ましかったです。宮脇さくらさんのボイスの目覚まし時計、めっちゃいろんなパターンあるんだね。しかも4パターンあるんだ。あ、そうなんや。めっちゃいいじゃん。4パターンのうち起きれんかったらどんどん柄が悪くなるらしい。めっちゃかわいい。よしさんフルありがとうございます。ありがとう。あら、その曲は聞いたことないかも。だまこ、森山直虎さんの生きてることが辛いならっていう曲。すごいあれやね、刺さる曲やね、曲名やね。なおさんこんばんは、ありがとうございます。天宝である白王戦は出る。それはいつあるんですか。あまり天宝について詳しくないんじゃけどね。やってはおるんじゃけど。一応あれだよね、連盟が公認公式の連盟のやつがファイトクラブとロンロンかなんですよね、連盟のやつが。モニーさんセミありがとうございます。こんばんは。 MJ さんフルありがとう。 MJ さん嬉しいですね。来年あたりメンバーで花見配信、したいですね。ほんの花見しようって言ってたんだけど、その日ちょうど雨降っちゃって行けなかったんだよね。花見というか菜の花見に行こっかってなったんだけど。ありがとう。ごちゃごちゃになっちゃった。コウトクさんありがとうございます。今日も嬉しい。のび太くん、のび太くんの方が二度た。ドラえもん、アマハこんばんは、ありがとうございます。ピアノ昔してたら体が覚えてそうやから意外と上達早い。あー、どうだろうね。もうなんか左手弾きながら右手弾くっていうのをどういう感覚かもう忘れちゃって全然できない。この間やってみたけど、右手はまだ覚えてるやつが何曲かあるんやけど、もう左手はもう完全に忘れとる。あまは言ったよね。ありがとうございます。あ、カチポンめっちゃいい歌詞じゃろこの曲。あ、MJ さん知っとるんや。この曲また会う日までさようならっていう曲や。あ、そのままや。
これみんなやってみて。難しいけん、パソコンって言いながらコンパス書くの無理や、ほんまに。あ、のりたーまふる、ありがとうございます。ケツメイシの桜、どんなやったっけ、ケツメイシの桜って。ちょっと待って、ちょっと歌詞ください。のりたま、すみません、忘れちゃった。新しい文字出てきたね。あ、ハラメタルフル、ありがとうございます。なぎさに白いパラソル、心は風の中で、あなたを知りたい、愛の予感、恋のか、ありがとう。うわー、ようちゃん懐かしい、その曲フル、ありがとうございます。高く高くこの手を伸ばして、優しい光を目指して羽ばたくよ、心に灯した情熱を抱いて、きっときっとでも一度願うから。ありがとう。懐かしい、ソードアートオンラインフェアリーダンスのエンディングですね。海道線五郎さん、なおさん、ありがとうございます。リュウさんフル、ありがとう。リュウさん、わ、書けなかった、どうし、書けなかったか。リュウさん、ね、書けないよね。津田博文さん、こんばんは、ありがとうございます。うっともだね、ぬくもりさん。お、えーたさん、優しい彗星って入ってるのかな、あのカラオケに。今静かな夜の中で、無計画に車を走らせた。本当だまこ、頑張ってみようかな、弾き語りね。ピアノはあるからね、一応。きなこしさん、カウントありがとうございます。今日はビーズのギタリストの松本さんが還暦、嘘、還暦なんですか、おめでとうございます。そっかそっか。いや、コーリングってどんなやつやったっけ、ちょっとそれも歌詞ください、すみません。ヤマピーコンパスかけたの、すごくないそれ、すごいな。米が大一手、ドン100キロさん、ありがとうございます。全然よ。お、太郎くんもフル、ありがとう。よしんこよしんこ、ありがとうございます。太郎くん、ひなちゃんのありがとうは男前、嘘、本当。あー、オッケー、のりたま。桜舞い散る中に忘れた記憶と君の声が戻ってくる、吹き止まない春の風、あの頃のままで、ゆるりら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 。ありがとう。本当。ぬくもりさんはケツメイシさんめっちゃ好きなんやね。そっか、めっちゃかっこいいですよね。あ、ね、ポップマスターさん、そうよ、あの呪術廻戦が映画化が決まったということで楽しみだね。ゼロっていうやつでしょ、呪術廻戦。どういうお話なんだろう。マコトーマスさん、いらっしゃい、ありがとうございます。流星さん、ありがとう。
ありがとうございます。あ、この声が聞こえるかい、あと、あ、待って、めっちゃ忘れてる。聞こえるかい、サビ、サビだっけこれ、忘れちゃった。ガラスの仮面の時のやつよね。お、山下さんもフルしてくれて ありがとうね、嬉しい。ちょっとね、ギフトがずっと読めてなかったごめんね。ようちゃんありがとうくれてた。やっくん花束10個もありがとう。おひつりさん尊いありがとう。りゅうさんにむらちん、隊長もハートたくさんありがとう。おひつりさんお花、ガンジーありがとう。のりたま、かわいい10個、太郎くん拍手、むらちん、けんじ、かわいい、たくさんありがとうございます。おひつりさん、だるま、ローマ字のまささんに、よしきさん、ハート、ありがとう。けんすけ、花束に、かわいい。ねこさんも、かわいい、ありがとう。けんすけ、似合う、くれてた、ありがとうございます。ペガサさん、お弁当箱、ハート、たくさんありがとう。スカパラヌさん、お花ありがとう。おさぴーさん、かわいいに、太郎くん、クマまでくださっとった、ありがとうございます。動物さんたち大集合だ、ワイワイ、ありがとう。太郎、あ、ストリートくんやった、ストリートくん、ハート、たくさん、100個もくれてる。隊長も、祝、ありがとうございます、嬉しい。ケンジ、花束、ありがとうございます、嬉しいね。あら、あやのんさん、はじめましてですか？来てくださってありがとうございます。あやのんさん。武田ひなほと申します。竹山 3.5 というガールズバンドでボーカルをしています。いらっしゃい。やっくん、カタカナのやっくんさん、こんばんは。ありがとうございます。追いついたね。じゃあちょっとお供タイムしようかな。この前にちょっとだけ明るくしようかな。静かな夜の中で無計画に車を走らせた。左隣あなたの横が月が照らした。ちょっと明るくなったね。今日のお供はね、これでさ、飲んだっけ、飲んだら別のやつにしようかなと思うんだけど、これのね、確かね、ぶどうバージョンは飲んだんですよ。赤ぶどう、この種まで噛みしめるキウイというお供を買って持ってきたんだけど、みんな覚えてる？これ飲んでないと思ったんだけど、多分。あ、シナモンさん、ダルマリンジャーくださっとる、ありがとうございます。美味しそうだね、これ。あ、はじめましてか。これ飲みたいと思います、今日は。よし、じゃあ飲もうかな。美味しかった、コウタロウさん。ほんと。これ音鳴るかな？いいね。音もある方、一緒に乾杯。うわ、すっごい、これもうすっごいとろみが、中にキウイの種が入ってますよ、しかも。うわ、うわ、うわ、すごっ、めっちゃキウイだ。あ、しっかり果肉入っとるんやね。え、すごいね、それ。すーごっ、酸味があるけ、めっちゃ歪んだ顔しちゃうけど、美味しいよ、美味しい。でも思ったより酸味ないかも。キウイってすごい酸っぱいイメージあったけど、なんかゴールデンキウイだっけ、めっちゃ甘いキウイあるよね、あれの、あれ、あの味がする、すごい。
うん、美味しいよ。めっちゃ果肉入ってる。種がすごい多い。うん、かつみさん腸にいいかもしれないですね。朝飲むといいんじゃないかな。これ無添加で砂糖とか香料とか着色料も入れてないらしいです。しかもキウイだけじゃなくて、ここにねほうれん草とも書いてるので、ほうれん草も結構入ってるんだと思う。絶対体にいいよこれ。あ、クラフトジュースの楽しみ方ってこれ書いてくれとった。もう飲んでしまいました、すみません。まずは忘れずによく振りましょう、だって。もうそっから振れてないよ、ごめんね。香りを嗅ぎ果実を想像してみる。果肉の粒と種、その食感を楽しむ。果実の奥にある野菜の風味を感じる。飲み心地をユニークに表現してみる。なるほど。いや確かにちょっと野菜の感じはするよな。うん、そして良いサイズですねこれ。あんまり大きくないからね。今振っちゃった。あなたに決めたその日から、おいしい。いいかこれ。ひなこちゃんは振るの忘れちゃう。そうなのよ、何でも振らないタイプなんだな私。振らないといけないね。あ、ピエール・カラヤンさんいらっしゃい、ありがとうございます。よし、ほんなら、いや28分か、そろそろランキング読みしようかな。この椅子めっちゃギーギー言っちゃうんだけど、やばい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 。トゥクトゥントゥン、え、なにこれ、なんか出ちゃったよ。え、これどうやってするんだっけ。難しい難しい。あ、これでいいわ、これで。オッケーオッケー。始めた世界、今日はどうしようかな曲。これにしようか。新一かな、フルしてくれとるの。今日はライブアライブをかけながらランキング読みしていきたいと思います。あれ、あ、ドナルドさんか、フルしてくれた、ありがとう。よしんこよしんこ、ありがとう。今日もドゥクドゥーン。ではトリマーランキング読みさせてもらいます。その後カラオケタイムやらせてもらいますね。今日もありがとう。13位、ひでゆきさん、ありがとうございます。嬉しい、ダンス乗ってくれてありがとう。12位、のりたま、ありがとう。のりたま嬉しい、ありがとうございます。誕生。11位、ピルクル、ありがとうございます。ピルクルたくさんありがとう、本当に。10位、ジージー、ありがとう。お振る舞いしてくれて嬉しい、ありがとう。9位、やっくん、ありがとう。いつも誕生ありがとう、本当に。8位、ローマ字のマサさん、いつも本当にありがとうございます。お疲れ。ラッキーセブン、おひつりさん、ありがとう。コメントもたくさんありがとう。明日はいい日になるぞい。6位、夜勤無音無言のジャーマン隊長、ありがとう隊長。6位ですよ、ありがとうございます。そして5位、ケンジ、ありがとう。ケンジ5位です、たくさんありがとうございます。お疲れーション。そして4位、小さいさん、あー、ありがとう。小さいさん4位です、嬉しい、ありがとうございます。そして3位、あぼん、君はペガサスさん、嬉しい。あら、
アバターなんか可愛いねありがとう今日も。そして今日の第2位、あぼん、福島太郎くん、イエイ、ありがとう太郎くん、2位でございます。たくさんほんまにありがとう、嬉しい。そして今日の第1位、あぼん、オラチンあれ今日ずっとムラチンって呼んでたんだけどオラチンありがとう今日ウィズライブもありがとうね。1位だぞ。2553名様、たくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた遊びに来てくれたら嬉しいです。ありがとうございます。あら、ペガサスさん、レインボースター、ありがとうございます。あと新一も、本物新一、あれ偽物新一が現れたの。ガンジー、あ、デイジー、ありがとうございます、嬉しい。ヨッコさん、こんばんは、プチ、ありがとうございます。はい、では皆さんからのリクエストもらって一曲を歌って終わりたいと思います。今日もそれではリクエストタイム、よーいスタート。そう、きなこいさん、さっきもちょっと歌わしてもろたけど、この声が聞こえるかい、までしかわからんのよ。どうか、え、それ同じやったっけ、ここのメロディーと。どうやったっけ、めちゃ忘れとる。毎日会えるって嬉しいです。え、ありがとうございます。こちらこそ、親父めいさん、森山直太朗さんの桜ね。君に会いたくなったら赤いスイートピー、あれ、新一もフルやったか、ありがとう新一フル、ありがとうございます。100万回のアイラブユー、デパーチャーズ、茜色の約束、優しい彗星、あ、それまだあれかも。リオさんもフルしてくれてありがとうございます。え、すごっ、中3まで7年ほどやっとったらしい。めっちゃバリバリ弾けるんじゃないでしょうか、それは。すごい、リオさん。すごいね。君煩い。世界は恋に落ちている。君を乗せて、君の知らない物語。冒険でしょでしょな。それ、いけるかな、答えはいつも私の胸にっていう始まりやったね、確か。なんでだろう、あなたを選んだ私です。お、また会う日までさよならあるかな、合唱曲で。世界は恋に落ちている、多いね。お、夜の後ですか、アディウスさん、ゴッドノーズ、わあ、憧れ望遠鏡、どんなやつや、聞いたらわかるかもしれんが、片思い、さよならメモリーズ、桜が咲くよ、見慣れたいつもの坂道ね、あーわか、てっちゃんフルーありがとうございます。イズライブで見せたネオレーズンバターロールパ、あー、はい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 、あ、どこに売ってんだろう。3種類あって、見せたの一番人気だよ、美味しそうやった、パン、いいね。あー、でもしーちゃんあんまりわからないかも、ケツメイシさんの曲は。気まぐれロマンティック、また会う日まで、尾崎清彦さんのね。また会う日まで、会える時まで、なんだ、そうそう、
別れのその後は決めようかな。プロローグ、ひまわりの約束、桜の花びらたち、春よ来い、あー春よ来いね、いいね。